おはようございます。あやしみん、おはようございます。ハートありがとうございます。花火玉ありがとうございます。お疲れ様でした。頑張った。ありがとうございます。おはようございます。お疲れ様でした。皆さんちょっとゆっくりできましたか？改めましてイベントありがとうございました。ハートありがとうございます。おはようしみん、メガネミンファーストヤッピー、ありがとうございます。ハートありがとうございます。お疲れ様でした。今日の昼までにちゃんとした順位が出るみたいです。本当に1週間ありがとうございました。これ飲んでください。喉に、枯れてるので、ちょっと待って、小さいってくれて、小さい特別賞は1月ですね。いつ発表されるんだ。あ、結構先だね、うん、1ヶ月ぐらい先かな。あ、結構先みたい、うん、徳を積んどきましょう。ハートありがとうございます。あ、お仕事納め、そうなんですね。確かにもうそんなぐらいですね。お仕事納め、いらっしゃいです。もうそれぐらいの時期ですね。だるまありがとうございます。おはようグルト、おはようサンサモーニング、ありがとうございます。おはよう。金手ありがとうございます。あ、休憩公演、そうなんですよ。1周年公演が27日、1月27日土曜日に日程が決まったみたいです。全然知らなくて、配信中、あ、公演中にででーんって来て言われたみたいなんだけどさ、全然イベントで気づかなかった、ツイートで知りましたね。ありがとうございます。4月27日あのチケット1周年、あの最初の特別公演をやった時に1周年公演に入れるチケットですって配られたんですけど、それを持ってる方も持ってない方も入れるみたいなので、ぜひお待ちしてます。2回公演だそうです。とこを積んでおきます。雪だるまありがとうございます。わー、金曜日まで、金曜日まで、おお、29日、そうなんや、頑張ってください。あとちょっと。でも NLB によるとあれよね、仕事納めは31日で、仕事始めは元旦ですね31日に納めて1日の公演が初めですかね。ほんまにそうなの？え、だってそうや。ハートありがとうございます。31休みかな？分かれへんけど。31確かに今のとこ休。30がおさめかな？こたつでみかん。ほんで元旦公演っていう。うん、そう、渚さんの YouTube に上がってたあのライブの解説動画を見たんですけど。あの皆さんぜひ見てください。劇場であって僕は変わったの解説もしてらっしゃって、うわ嬉しいなみたいな、優しいなみたいな、ぜひ見てください。ほんまにハートありがとうございます。だるまありがとうございます。絶対入りたいほんまや、ちょうど1ヶ月後か入場権利でも、なんか入場権利ない方もぜひみたいな言ってたから、どういうシステムかよく分かれへんけど、2回公演だから
ってことだと思うよ。どういうこと？あの一回は権利だけってことかな。うん、どっちかには権利持ってる人は多分優先に入れるんやろうけど、うん、この前は1回公演に対して配ってはるから2回公演にしたら倍入るやん。あーそういうことか。あーそういうことか、絶対、うん、あそうか、絶対足りへんってことか。そう、多分おはやちなくしちゃったとかどっか行っちゃったっていう人も3分の1ぐらいいらっしゃると思う。だからもう NNB 追ってないとか。ハートありがとうございます。うちにも新年会あら金手ありがとうございます。あ鬼の部長頑張れ頑張れ。レイジャさんのこと嬉しかったね。そうなんです、嬉しかった。なので皆さんぜひ YouTube 見てください。はい、見てください。ハートありがとうございます。今日ショールームアワードがありますけど、うん、そうショールームアワードがで新人賞が発表されるみたいなのでね。なんかショールームで見れるのかな、多分。どうなんだ、ショールームで今日配信されるのかな。あ、ほんまや、表彰式の模様生配信18時から20時。ユナナさんもいらっしゃるしね。ユナナさんが、はい、新人賞がね、ぜひ見てください。ドキドキ、ハートありがとうございます。あ、確かに元旦の公演が終わってから休みやから元旦が仕事をさないかも。ハートありがとうございます。金手ありがとうございます。テープちゃんペンライトありがとうございます。自販機の下にチケット落ちてないか、うん、絶対落ちてへんし、落ちてたらちょっとびっくりするな可愛い入れ物に入っているわかめスープ、いただきます。それはチキン若鶏の丸焼きの煮込んだし、うん、うん、鶏ガラ、鶏ガラスープ。もうなんかいつもよりいつもとちょっと違う気がする。一周年で入りたい当たるよう祈ってます。良いお年を。ありがとうございます。花火玉ありがとうございます。あら権利持ってるけど土曜日行けない、悲しいねそれ。おはー、ハートありがとうございます。見ました、アイドル失格ナビ。本当にもう楽しみすぎてさ、昨日帰り道に見たギガガと思いながら帰り道で TVer で見ました。アイドル失格ナビぜひ見てください。まあ、こんな感じなんやと思って、ちょっとあの中身撮影風景とか見れてめっちゃ楽しみになりました。衣装使いの大変は見れたあの自分のはまだゲットしてないけどちょっと見た、うん、今日買いに行こうかな。どこかでまだ売ってるのかな。予約だけじゃないんじゃないかな。先生ちょっと見たけど本当にもう絶対読んだら楽しいやつでした。もう本当に本当に私衣装大好きだから一生読めるぐらい面白そうだった。ハートありがとうございます。たといありがとうございます。コバンありがとうございます。
ハートありがとうございます。石立哲夫、うん、誰ですか。父ちゃん悔しくて涙が出てくだっていうアニメのキャラクター、スコックのワンタンメン、いやメニューのキャラクターなんて有名な俳優さんです。あ、そうなの。石立哲夫さんどうしたの。わかめを見たら思い出す、ね、わかめ好き好きみたいな、わかめのコマーシャル。そうなんや。バラありがとうございます。小判ありがとうございます。ハートありがとうございます。あ、あまり発着だった。違う違う、薄汚いシンデレラっていう人知らない。髪のピアノじゃ弾けないって小泉京子さんが言ったら、ボーンボーンボーン、おい薄汚いシンデレラって出てくる人やねんけど、ほんまはいい人やったっていう。んでワカメなの。ワカメのコマーシャル見る。ああ、エースコックのラーメンでわかめラーメンに石立哲夫さんが出てくる。え、髪のピアノじゃ弾けないの人ですよね。ボーン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 、おい雪って出てくる。パパ送ってきますんで、うん、いらっしゃい。爪の爪と残りまくり残しまくりティありがとうございますティキュウキのポストカードもゲットしたんだ。ありがとうございます。ショップで申し込んでくださったんだね。I love you ありがとうございます。ゆかたんと話し合うかもっていうか、めっちゃ衣装の話するよ。この衣装かわいいよね、わかる、この衣装着たいよね、わかる、この衣装ここいいよね、わかるみたいないつも話す。 I love you ありがとうございます。メガネ1種類しか持ってないです。これコンタクト入れてない時はこれです。今透明なコンタクト切らしちゃってるからさ、メガネかカラコンしかなくて。うん、寒い朝に温まる情報がすごすぎるバラありがとうございます。ハートありがとうございます。宇宙柄すごい、スペースじゃん、スペース宇宙柄、楽しみ。 I love you ありがとうございます。衣装店行きたいんだけど、行っていいのかなメンバーもって感じだけど、どうなんだろう。でもめっちゃ行きたい本当に。国語みたいな。申し込みありがとうございます。衣装店、あ、1位だ天秤座。お、何事もサクサク進む。わー、いろいろやりたいな。こたつ使ってない、うちないんですよこたつ。
金ってありがとうございます。休日の役当たった どっちの泣き、いけるの泣き、いけないの泣きかな。休日おめでとうございます。あ、そうなんだ、目玉焼き取れな。お揃いや、全然どこの誰か分かれへんけど、お揃い、お揃いですね。目玉焼きトレーナー愛用してます。だるまとハートありがとうございます。なんかわかめめっちゃ食感がすごい、このわかめめっちゃコリコリしてる、美味しい、わかめ大好きです。だるまありがとうございます。おお、お渡し会に行ってから衣装店、もう最高な衣装の衣装の一日ですね。もう衣装衣装一日わからんけど、衣装衣装で衣装の一日。そう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 、電気つけて撮影しました。私高嶺のリンゴの人来たんですけど、そう昨日のツイッターにも書いたけどね、 ALD に写真は昨日あげたんですよ。ちょっと深夜すぎてすいませんなんですけど、そう 見ましたか高嶺のリンゴのフジョット昨日乗せた、光ってるんですよね。光らせることなかなかないから、コンサートの時は光らせちゃってたら次が高嶺のリンゴだって分かっちゃうから光らせないんだって、いつもなんですけど、撮影の時は光らせました。全然重さ気にならなかった、私は嬉しかったです。ピカピカで、でっかい髪飾りもつけて、あ、咀嚼音聞こえる。あらあらあら、ハートありがとうございます。イルミネーションコーデほんまや、イルミネーションやん、ほんまや、イルミネーションコーデや、ほんまや、この衣装ほんまに可愛いんですよ、ほんまにめっちゃなんていうかな、めっちゃスタイルよく見えるんですよこれ。私的にですけど、ウエストめっちゃベルトで縛ってあるし、腕とか結構出してるし、私の骨格的にめちゃくちゃこれ着たら着痩せする衣装なんですよ。だから衣装図鑑の衣装図鑑のスタッフさんがめっちゃ似合ってますねって褒めてくれました。すごいすごい、なんか骨格に合ってる感じがしてめちゃくちゃ似合ってますねって褒めてくださいました。明るいお姉さんが。そうこれめっちゃスタイルよく見える、なんかスカートの丈も短すぎなくて、ウエストが特にね、近未来感あるよね。なんか MV も近未来なみたいな、 UFO を飛ばす MV ですもんね。何着てもいい、ありがとうございます。よしみーひ、そうそうよしみーひ、そんなこと言ったらテンション上がっちゃってね、そうそう、ハートありがとうございます。踊る衣装たち、ぜひゲットしてください。朝に会ってました。やばい。他のも見てください。ハートありがとうございます。本当にこれ本当に好きですこれ。本当にウエストがねめっちゃ細く見えるこのベルトのおかげで。腕も透けてて透
きですね、これ。この靴も履けて嬉しかった。シャカシャカ言ってて。シャカシャカ言う靴。ハートありがとうございます。恋なんてノーサンキューの衣装も可愛いですよね。あの衣装って何の衣装なんだろうってずっと思ってて、なんかテレビに出た時のためだけ作ったやつなのかなとか思ってたら、あれ恋なんてノーサンキューの衣装なんですね。めっちゃ可愛いです、あれピンクで可愛い。なんかすごいあのファッションって感じがして、普通に私服な感じがして可愛い。ウエストいやいやいや、うわー傾いた、びっくりした。うわ、どなたの衣装だったか覚えてないんですけど、多分衣装図鑑に書いてあると思う。ハートありがとうございます。音符ありがとうございます。シャカ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 、そうシャカシャカ、靴のついてるリンゴみたいなやつがシャカシャカしてた。またオフショットたくさん載せます。イルミネーション、イルミネーションコーデ朝早い、そうかな。そう冬休み終わったらさ、あの明日の配信を7時に戻、あ6時半に戻そうかと思ってて、あのナンバー新しい夜明け大作戦が始まったから、何時だっけ、7時に変えてたんですけど、もともと6時半でなんかあの今ナンバー新しい夜明け大作戦なんかやってないから、もう7時に6時半に配信してもいいかなと思って。お仕事いってらっしゃい、ありがとうございます。クルート熱中、あほんまに膝膝気になるよね、すみません消すの忘れてた膝ほんまにいつ治るんやろあれ。いいともメガネ打ち好きやありがとうございます。6時半に戻そうかな。でももう7時のイメージ結構あると思うねんけど、6時半に戻してもみんな あれ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 ってなれへんかなと思って。大丈夫かな。そう、いいと思う多分7時よりも6時半のが見やすい人の方が多いと思うんですよね。そうそう、今合わせてくださってるかわからないんですけど、だから6時半に、冬休みが終わったら6時半に戻そうかなって思ってます。おじいちゃんのご飯的にも6時半の方がいい気がしてあってことが、はーい6時半でした。変えてないです顔変えてないです顔ね厳しいな方もいらっしゃるのね。難しい。ハートありがとうございます。ということで壇上見したいと思います。
また考えます一旦保留します。朝から来てくださってありがとうございました。火曜日、年末でお忙しい時期ですが頑張りましょう。はい、今日は18時からショールームでショールームアワードの生配信をやってますので、ぜひ一緒に見ましょう。ゆなさんも出ます。ぜひ見ましょう。水曜日が今日、すいません水曜日でした。今日は水曜日、頑張りましょう。スイスイ水曜日。13位平八さん、ありがとうございます。12位量産型さん、ありがとうございます。11位やすさん、ありがとうございます。10位そうちゃん、ありがとうございます。9位青いボーイさん、ありがとうございます。8位ゆうだいさん、ありがとうございます。7位マッコーさん、ありがとうございます。6位レコデコさん、ありがとうございます。5位アキラ 2% さん、ありがとうございます。4位アサガさん、ありがとうございます。そして3位はドゥルルドゥ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 ン、里政さんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。そして2位はドゥルル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 ルン、まさたかみさんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。そしてこの配信の1位はドゥルル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 ル、本当に改めてありがとうございました。今日のお昼頃にちゃんとした順位が出て、小さい特別賞はまだちょっと先みたいです。1週間ちょっとかな。朝からありがとうございました。今日も一日頑張りましょう。あったかくしてくださいね。今日も頑張りましょう。今日は夜でできないんですけど、明日夜できそうだったらルームスの配信にて誕生日会しようかなと思ってます。明日かな、多分。よろしくお願いします。できそうだったらします、ルームスで誕生日会。それでは次の配信も来てくれるかな。良い一日を。またね、バイバーイ。